高橋一生の生い立ちが壮絶で子供に借金させる毒親、現在の家族関係は。今をときめく日本の人気俳優である高橋一生、華やかな経歴とは裏腹に毒親に育てられた壮絶な過去があったと思わせる自身の家族や生い立ちについてテレビで話すことがありました。知られざる高橋一生の過去、ぜひ最後までご覧ください。高橋一生の生い立ちが壮絶と言われる理由は、高橋一生さんは以前 TBS の A スタジオというテレビ番組に出演した際、自身の生い立ちや家族について語りました。なんと一生さんは5人兄弟の長男、そして一生さんと次男三男四男五男はそれぞれ違う父親で異父兄弟とのこと。家族の説明の中で印象的だったのは一生さんの母親についてです。なかなか破天荒な方だったそうで、一生さんも振り回された過去を話しています。一生さんは母親といると喧嘩になってしまうと10年以上会わず過ごされていたそうです。いくら親子喧嘩とはいえ、10年以上会うことを避けるほどとは、親子間でかなりのわだかまりがあったのではないでしょうか。一体どんな母親だったのか見ていきましょう。結婚と離婚を繰り返し、事業の失敗を繰り返し、一生さんは A スタジオの出演時に母親は最低3回は離婚していると明かしました。5人兄弟で父親が3人とのことで、高橋の名字を名乗るのは一生さんのみ。兄弟はそれぞれの父親の名字のため家族内で名字が異なるそうです。一番下の五男とは18歳離れていて、母親がいないときは高橋さんが弟たちの面倒を見ていました。弟のおむつを替えていたとテレビ番組でも話しています。また両親が死別や離婚して片親家庭になったときは、長男である一生さんは父親代わりとして弟たちにあえて厳しくしていたともコメントされています。しっかり者の一生さんに甘えて母親は自由奔放に動いてしまったのかもしれませんね。もともと都内の一等地育ちのお嬢様であっただろう一生さんの母親は、まとまったお金があると新事業につぎ込み、1年もせずに失敗していたといいます。真面目に弟の世話をする一生さんを横目に、自分のやりたいことに突っ走る母親。一生さんが母親に不満を持つことは仕方ないことでしょう。子供に借金をさせに行かせる。一生さんの5人兄弟の一人である阿部悠馬さんの話によると、母親はお金に困ると息子をジップに合わせに向かわせ、お金をもらって帰ってくるように指示していたそうです。自分で動かず息子を使うというのがずる賢いなと思ってしまいますね。そしてなんと借金は身内だけにとどまらず、悠馬さんの友人にまで及びます。そのお金の借り先は当時悠馬さんが好きだった女の子。その女の子の家がお金持ちと知った母親が100万円借りてきてと言ってきたと悠馬さんは語ります。たとえ冗談だとしても、思春期の息子に好きな女の子の家へ行ってお金を借りてこいだなんて、母親の発する言葉とは思えません。それほどお金に困っていたのですね。子供の私物を勝手に売却。一生さんが母親を避けるようになったきっかけは、お金が必要だった母親が無許可で一生さんの愛車を売ってしまったことだそうです。車なんてかなり高い買い物です。一生さんが大切にしていたはずの車を勝手に売り出すとは、かなり自分勝手で予測不能な行動ですよね。実質この事件がきっかけで一生さんは家を出ました。そこから母親と会わない10年が始まったそうです。高橋一生の演技を拒否。一生さんは母親から見下されるような言葉をかけられていたようです。 A スタジオの中で一生さんは母親から、大した顔してない、いや、あんたなんか近所の兄ちゃんの役でもやったらいいと言われたと語りました。遠回しに一生さんは俳優業に向いてないと伝えているように捉えることができますね。息子の生き方を否定するとは、一生さんの母親は毒親の気質があると感じ得ます。すでに子役としての経験もあった一生さん、一番応援していてほしいであろう母親にそんな言葉をかけられるとは、悲しかったでしょうね。現在の家族関係は。一生さんの母親は2015年に病気で他界されました。
一生さんは母親の最後が近いことを弟から伝えられ、母親が亡くなる前ついに再会しました。病院のベッドに横たわる母親から、ごめんね今までの言葉を受け、一生さんは和解することにしたそうです。一生さんの弟たちは、母親が病気になる前は一生さんに連絡することをためらっていました。というのも、母親が一生さんにお金をせびることがあり、家族から連絡が来ればお金の話だと思われてしまうのが嫌だったそうです。一生さんと母親の10年以上ぶりの再会から1週間後、母親は亡くなりました。その後は兄弟との連絡頻度も増え、皮肉にも母親の死去をきっかけに一生さん家族はいい関係になったのです。高橋一生のウィキプロフィール。名前高橋一生、生年月日1980年12月9日、年齢40歳、出身地東京都、血液型O型、身長175センチ、職業俳優、事務所マイプロモーション。祖母の勧めで児童劇団に入り、1990年星を継ぐもので子役デビュー。1995年にジブリ映画耳をすませばでは声優デビューにもかかわらず、主要人物の天沢誠二役を果たしています。2015年頃からテレビドラマに起用されることが多くなり、テレビ朝日のドラマ民謡で演じた貝原茂平役では第1回コンフィデンスアワードドラマ賞と第86回ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞の2つで助演男優賞を受賞し注目されました。また歌手としての活動もあり、2018年主演したテレビ朝日のドラマ東京独身男子では主題歌をリリースしました。2021年も TBS 日曜劇場ドラマ天国と地獄最古な2人がスタート。綾瀬はるかさんとのダブル主演で話題を呼んでいます。まとめ、高橋一生さんの壮絶な生い立ちについてまとめました。いかがでしたか？一生さんの映画やドラマで見せる引き込まれる演技は、過去の複雑な経験によって深みを増しているのかもしれません。苦悩を経験されながらも華やかな俳優業の最前線で活躍し続ける高橋一生さん、かっこいいです。今後の活動も応援したくなりますね。最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。